はい、夢です。こんにちは、どうも。今日はですね、2020年8月7日ランドのクリスタルパレスレストランに来ましたよ。はい、クリパレ、そうです。今日8月7日からはなんとスイーツビュッフェやってんですよね。はい、スイーツ専門ビュッフェになったクリパレ、一体どんなもんなのかレポートしたいと思います。行ってきます。はい、見てください。こちらクリスタルパレスレストランスイートタイムセレクション、大人2980円、子供、1880円、さらにちっちゃいお子さん1180円というですね、クリパレでまさかのスイーツビュッフェですよ。でこれ書いてないんですけども、時間制限1時間です。1時間1本勝負ね。1時間で一体どれぐらい食べれるか、ちょっとね頑張っていきたいと思います。行ってきます。はい、なんとですね、外の席だったら予約なしで行けますよっていうふうに案内してくれました。いや、まあ OK でしょ、外ちょっとセミがうるさいんだけどもね、日陰でね十分これ、はい、あの何ですか、夏っぽいアウトドアな感じで、暑さよりもセミですね。はい、あのセミのライバル、食レポやるのに。はい、なので案内されました。おはようございます。やったぜ、行ってきます。じゃあ外来ようか、行きます。はい、クリパレ店内はソーシャルディスタンスの関係でテーブル 50% ぐらいの埋まり具合でした。フードは2半分だけを使ってました。左側は休止してましたね。それで全てのフードはキャストが取り分けてくれます。ちょっとシステムが変わってね、でトレイをまずもらうんですよね。こんにちは。じゃあトレイいただきます。はい、じゃあ俺お取りするので、お好きなメニューの前までお進みください。はい、わかりました。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、こっからはね、音声後乗せで解説していきます。はい、こちら冷製スープかっこストロベリータピオカって書いてあるんですよね。これね、スープっていう名前になってますけども、実際はめちゃくちゃ甘かったです。甘いスープってなんやねんって感じで、もう実質シロップでしたね。でこれはね、ちょっとね、あの羊のメニューは分かりませんでした。これもともとどこのメニューだったか分かる方いましたら、ぜひこれ教えてください。冷製豆乳コーンスープ、これはね東京ディズニーランドホテルの、シャウットビュッフェですね。こちらにも同じメニューがありましたので、これおそらく同じだと思われます。でこれちょうど先週行ったばっかりで間違いないですね。ほぼ同じ味がしました。はい、ストロベリーミルクレープ、これはね今年2020年 C のピクサープレイタイム、この時のですねカフェポルトフィーノのスペシャルメニューのデザートですね。これは間違いないです。はい、紫色のモンブラン、これはですね2019年のハロウィーンの時の C のね、あのケープコットのダッフィーたちの秋の冒険、あの時のこれスペシャルデザートですね。これまんま同じですね。はい、こちらミルクプリンパッションフルーツソースなんですけども、これはね杏仁豆腐ですね。でこのミッキーの形をしているので、多分これはですねボルケーニアにあるあのレギュラーの杏仁豆腐だと思われます。あと今年の夏の冷やし担々麺のスペシャルセットについてくるあのデザート、ミッキーの杏仁豆腐、多分これ同じだと思います。ただね周りのフルーツが違うので、まあ若干アレンジはしてあるっぽいですね。はい、こちらアーモンドタルトブルーベリーソース、これはですねグランマサラキッチンかもしくはユカタン、どっちかで食べたような気がするんですけども、同じものはなかったですね。でちょっとこれ調べてみましたら、2019年のランドのクリスタルパレスのビュッフェ、こちらのクリスマスのビュッフェにどうやら同じメニューがあったっぽいです。はい、ストロベリーショートケーキです。はい、これはですねランドホテルのシャーウッドとか、あとはミラーコスタのベラビスタなどでもストロベリーショートケーキあるんですけども、やっぱねホテルクオリティのケーキをこのパークのビュッフェで出すっていうのは考えにくいので、これはですねランドこちらのねクリスタルパレスレストランの2019年のクリスマスで似たようなケーキがありますので、おそらくこれだと思われます。はい、こちらプリンアラモードですね。これは高まりましたね。もうつかみ OK でしたよ。
ただこれはねちょっと羊が分からなくって、なんかねホテルで同じようなメニューがあったみたいなんですけど、ホテルはやっぱりねもっと豪華でした。あとは昔ですねハングルビアレストランの横にねマイルロングバーっていうちょっとしたちっちゃいレストランがあって、そこでもねプリンアラモードがあったみたいなんですけど、まあでも全然違いますね。なのでこのプリンアラモードはもしかしたらね今回のこのスイーツビュッフェのオリジナルメニューかもしれません。はい、こちらはねストロベリークリームケーキですね。これはねこの間のねベリーベリーミニーで同じようなケーキがあったのでそれかなと思ったらこれ違うんですよね。よく見るとね形が違うんですね。でいろいろ思い出したり探したりしたんですけども、これはですねシーに昔あったセーリングデイビュッフェ、こちらの中にどうやらあったっぽいですね。C15 周年の時のメニューではこれ確実に確かありましたね。はい、出ました、ナンカッコミートソース。この既視感、これはですねランドのトゥーンタウンのトゥーントーントリート、ここで売ってるボーンシェイプなんですね。トゥーントーントリートはですね今クローズしてますので、あそこのナンがねここで食べれるの嬉しいですね。はい、出ましたスプリングロールピザ味。もうこれお分かりですね。これはランドのトゥーンタウンのミッキーのトレーラーで売ってるもうあれそのものですね。これねもう隠す気ゼロでトゥーンタウンのロゴがもう丸見えなんですよね。もう堂々とこれも開き直ってます。はい、こちらも出ました、寿司ロールかっこシュリンプ&チキンカツ。あ、これはもうお分かりですよね。これはもう C のポートディスカバリーのベイサイドテイクアウト。はい、こちらでまんま同じものが食べられます。寿司ロール食べ放題めっちゃ嬉しいね。はい、こちらフルーツカップですね。これはねランドのアドベンチャーランドのフレッシュフルーツオアシスとか、あとは C のアメフロのパパダキスとかにもですねフルーツカップ売ってるんですけど、あの売ってるフルーツカップに比べてこちらはちょっと小ぶりですね。売ってる方はですねオレンジとかリンゴとかブドウが入ってるんですけど、こちらはですねかなりシンプルでパイナップルとメロンとイチゴだけですね。はい、こちらスフレチーズケーキですね。これもねどっかで見たなって思ったんですけど、これ分かりました。これはねランドのねベリベリミニーの時に出てたあのスフレ&プリンの上半分ですね。カフェオーリンズであのスーベニアポーチが一緒にもらえるあれです。あのデザートスイーツの上半分だけですね。カップケーキプレーンチョコ、これはですねクリスタルパレスのこちらのビュッフェのもう定番メニューですね。でもこれねカップケーキの下のカップの部分にですねクリスタルパレスっていう風にもうロゴも入ってるので看板メニューって感じですよね。もうおなじみですよね。ミッキーチュロスのストロベリー味、これはランドのクリッターカントリーのラケッティのラクーンサルーンで売ってますね。シナモン味は置いてませんでした、ストロベリーだけですね。はい、こちらはですねデミグラスチュロスのポテト味ですね。これも変わったメニューですのでもうピンときた人も多いと思います。これはね C のミステレスアイランドのですねリフレッシュメントステーションで売ってるあれですね。まさか C のあれがねランドのクリパレで食べれるとはね、これはびっくりしました。ティポトルタのチョコレート味ですね。これはですねランドのファンタジーランドのビレッジペイストリーで同じものが売ってます。ティポトルタはね C のトロピックアルズでも売ってるんですけど、チョコレート味はこちらランドのビレッジペイストリーだけですね。そこで売ってるティポトルタが今回のこのビュッフェでも食べられます。はい、出ましたリトルグリーンマン。まさかこのリトルグリーンマンが食べ放題になるとは思わなかったね。はい、こちらおなじみですよね、ランドのトモローランドとか、あとは C のまんまビスコッティなどで買うことができます。リトルグリーンマンは味がねチョコとストロベリーとカスタードの3種類あるんですけども、今回このクリーパレーのビュッフェではですねもうランダムでどの味になるか分かりませんっていう感じでした。はい、こちらホワイトチョコ&ストロベリームース、これはね上にミニーのリボンが乗っているのでベリベリミニーの時のスイーツかなと思いきやこれ違うんですよね。これはですね2019年の C のダッフィーたちのかくれんぼの時に出たやつですね。であのケープコットのあのスペシャルスイーツですね、あのマグカップもらえるやつ、
ただね、これまるっきり同じではなくって、見ての通り若干このようにアレンジされてますね。はい、その時のこれスイーツです。はい、こちらマスカットムース&ゼリー。いや、これもね、どっかで見たな、絶対俺食べたよなと思ってね、これね思い出しました。これはですね、2020年のピクサープレイタイムの時のカスバフードコートのスペシャルセットについてきたモンスターズインクのマイクをイメージしたあのデザートですね。あのマイクの目玉を取ったらまんまこれだと思います。多分これですね。もちろんドリンクもフリーで飲み放題です。キャストさんがいっぱいいっぱいちゃんと作ってくれます。はい、取ってきました。やったぜ。しかも今日相席ウルチます。ウルチ手だけ、手たれ、今日手たれです。ありがとうね。いや、これね、俺ね、フードがあるなって写真で分かってたのね、ホームページ写真見て、はいはい、でね、この寿司ロールとね、春巻きとは分かってた。ナンはね、ちょっとね、予想外でした。で、これ実はね、ナンもスプリングロールも寿司ロールも全部これパークフードで、これはですね、トゥーンのね、トゥーントゥーントリートですね。で、これはね、ミニーのトレイラーのスプリングロール。で、これはですね、ディズニーシーのベイサイドテイクアウトの多分寿司ロールですね。あとはね、ちょこちょこどっかで見たようなフードがいっぱいでした。いやー、ね、ウルチも取ってきたね。あ、やっぱ俺とに、やっぱ似るよね、はい、プリンアラモードとやっぱりね、これをね、もういっぱい食べたくて。グリーンマンね、グリーンマンすごいね、グリーンマン食べ放題、はい、はい、そしてこのね、これもそう、これも気になったね、ミッキーのこのプリン、はい、これも気になったよね。あとね、豆乳のね、冷製コーンスープもあってね、すごいハイテンション。プリンアラモードめっちゃ嬉しい。いやー、ね、共通してるのがね、2人ともね、ムースを パスしてるとか。エルメさん、2回目でね、ムースは行くべきですね。ほんと勘弁して。ちょっと後でムースだけのお皿を持っていきたいと思います。いや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 、マジですると、ムースはあのスーベニアのプレートとかスーベニアのマグとかで結構食べ飽きてるので、ね、でもね、2人ともね、ムースをパスしたのがちょっと面白かった。じゃあいただきます。いただきます。はい、それではいただきます。はい、まずね、おしぼりもらえます。あと外の席なんだけど、今日ちょっと薄曇りで、太陽時折ちょちょっと出るぐらいで、でセミがうるさいぐらいで、全然風も強くて涼しいです。相方、相席うるち、涼しいよね。そんなめっちゃ涼しいです。風がやっぱあると全然違う、ね、風があると全然いいよね、涼しいです。いただきます。まずですね、ちょっと聞いてください、皆さん聞いて。アイスグリーンティー、なんとこれ生茶なんですよね。生茶、生茶飲み放題、めっちゃ嬉しい。はい、じゃあまずですね、早速どうしようかな。じゃあこのスプリングロール、これはもうミッキーのトレーラーの春巻きですね。いただきます。確かこれピザ味と卵味があって、確かね、これはピザ味ですね。めちゃくちゃ美味しい。チーズが美味しいね。え、だってさ、これ1本だけで食レポ1本レベルだよ、わかる？普通の食レポ3本4本分ぐらいのネタが凝縮されてる、この今回のこのブッフェ。春巻き美味しいよね。美味しいね。見てこの包み、もうトゥーンタウン隠す気なし。せめて出してさ、出して置いておいてもいいのに、むしろ逆で、トレーラーで売ってるまんまですよって、むしろね、逆にね、いいね、むしろ豪華、高評価、いい。俺の大好きな寿司ロールいきます。これはチキンってエビかな、これはチキンだね、チキンカツ。美味しい。寿司ロールはね、冷えてるんで、暑い夏でもね、結構食べやすいんでいいですね。豆乳のコーンスープ、これはね、シャーウッドレストランで、ビュッフェで確かありました。あー、美味しい。あとはプラザパビリオンレストランのセットなんかでも確かこれあった。あー、これひんやり冷えて超うまい。トゥントゥントリートのナンですね。これいきます。これはミートソース入りでね、もちもちしてお腹にたまる。この既視感、すでに見た既視感、この既視感、ハロウィンの時のあのボーンシェイプなんで、あ、多分あれ、ほらほらほら。
あれですね、なんでトゥントゥントリート、これ間違いないね。はい、生茶でピートおかわりです。ナンが結構お腹にたまる、これ結構多い。よし、次はこのプリンアラモード、これがめっちゃうまそうなんだよね。ちょっと、はい、これいいね、めっちゃうまい、これはいい。そしてメロンです。うん、プリンアラモードが超うまい。次、いちごのショートいきます。おお、いちごショートめっちゃうまい。もう終わり。じゃあカップフルーツいきます。カップフルーツもね、売ってる500円のすごい大きいのと違ってちょっと小ぶりなんですよね。あっちは確かね、ブドウがあったんだけど、これはブドウなしですね。で、パイナップル。はい、おかわり行ってきました。おかわりはこのね、ミルクのプリン、なんだっけこれ。はい、風が出てきて涼しいですね。めっちゃ涼しい。じゃあまずこのグリーンマン行ってみます。はい、ちゃんと消毒してね。はい、その上でこれでいきます。はい、いただきます。いただきます。美味しい。中はカスタード。ドリンクおかわり、コーヒーにしました。スフレケーキいきます。これね、ベリミニのあのポーチと一緒についてくるあのスフレプリンの上の部分ですね。あのベリミニのポーチだ。はい、あのデザートのあの上部分ですね。おお、ちょっと重たい。はい、こちらミッキー杏仁豆腐。これはですね、ボルケーニアですね。このミッキーの形してるのはこのボルケーニアですね。めっちゃ美味しい。でもこれ、はい、この謎のタピオカスープいってみます。タピオカスープってなんやねんって感じで、いくよ。甘っ。え、めちゃくちゃ甘い。ちょっとこれ俺パスだな、難しい。これはめっちゃ甘い。はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。ありがとうね。いや、これいいね。いや、時間がなくてあと3種類。確かに、あと3種類食べたら全制覇できた。全制覇しようとした女。いや、足りない。いやー、60分短いね。うん、うん、胃袋は OK なんだけど、うん、時間がなくて俺もやっぱ全種類無理でした。いやー、でもね、めっちゃテンション上がるね。いや、ほんとだって、いつもは600円とか、そう、まあ、そう、ね、500円とか、そう、そう、ワンコインフード、うん、そう、こんなにいっぱい食べれて、そう、そういうね、パーク中、ね、パーク中のね、そういうスペシャルセットのデザートとか、うん、ワンコイン500円のね、ああいうワンコイン系のテイクアウト系フードがうわっと集まってるので、うん、いやー、テンション上がるわ。あとね、正直言うと俺やっぱりあのスペシャルセットとかあのスーベニアのムースとかあって、うわーって思ったのも正直あったのね、うんうん、で、当たり外れは正直あると思った、うんうん、正直言うと。で、本当に惜しかったの、例えば俺ね、春巻きとか寿司ロールとか、あとあの定番の、あとあのボルケーニアのスペシャルセットの杏仁豆腐とか、うんうんうん、ああいうね、うん、大好きだったデザートとかがね、確かに食べ放題なので。そんな中でおすすめメニューってある？私は、うん、前に一回チポトルタ普通に取れて食べた時に、さ、そこまで美味しくなかったイメージだったんですけど、今回また食べてみた、うん、後で食べてみたんですけど、うん、なんか全然イメージ違くて、あ、本当、いや、美味しいじゃんってめちゃくちゃなりました。だから並んでる理由がやっぱ分かりますね。ティポトルタはスモールワールド前にあるビレッジペーストリーかな、うん、確かあれがティポトルタだよね。あとシエノとかにもあります、ね、シエノあるか、うん、オッケーオッケーが一番良かったもうだし、やっぱりあとなんだっけ、うん、春巻きの、あの、あ、ミッキーのトレーラーの、スプリングロールね、春巻き、あれ美味しくね。あれをちょっとピーマン入ってたんですけど美味しくいただきました。はい、その辺かなですね。あともう普通にデザート系とかも、うん、普段はやっぱお腹いっぱい中で食べる状態のデザートとかするんですけど、うん、今はね、選んで自分で選んでこれ食べたいっていっぱい食べれるのがもうすごい良かったですね。確かに選んで食べれるからね。そう、確かに、やこれも食べたい、あれも食べたいみたいな感じで食べれたんで良かったですね。俺はね、やっぱね、寿司ロールだな。寿司ロール美味しかった。寿司ロール美味しい。寿司ロール食べ放題、あとはその春巻きスプリングロール食べ放題、あとはね、ボルゲーニアの、
冷やし担々麺についてくるあのミッキーの形の杏仁豆腐、うん、あれ食べ放題、あとあの冷製コーンスープ、あれも飲み放題、あとはあれだリトルグリーンマン、あリトルグリーンマン食べ放題はすごい、あれはでも、うん、味3個あるじゃないですか、普通だったら。そうかそうか、でも今回カスタードしかなかったから、うん、他の味もやっぱね食べれたらよかったなって思います。そうね、あるのか分かんない、うちら1個ずつ食べてないから、か2人ともカスタードだっただけなのたまたまなのかもしれないんですけど、うん、あとはなんて言ってもね、その数麺屋のプレートとかマグのために買ってたあのカップのケーキとかカップのムースとかのあのよう久しぶりって分かる、また出会ったね、またあったなっていうあの感じをねぜひ味わってほしい、あーみたいなあったなこれ、そうそうあの数麺屋で買ったやつまたここで会っちゃったみたいなあの感覚をぜひ味わってほしい、みんなには。そうですね、うん、あとその特定ね、特定班、特定する楽しみがある、うん、これってあれだみたいなね、それで盛り上がるので、そういう点でもなかなか面白いと思った、うんうん、であとは60分で短いんだけど、俺考えたのなんでか、このクリパレって本来ビュッフェでしょ、でビュッフェってやっぱ90分ぐらいどうしてもしちゃうから、ビュッフェで回転よくするにはやっぱりメニューを少なくしないといけないの で、うん、で60分ぐらいで回転よくするビュッフェっていうとやっぱスイーツかなっていう、うん、おそらくそういう判断だと思うんだよね、うん、でもね久しぶりのクリパレでキャストさんも嬉しそうだったね4ヶ月ぶり、4ヶ月お帰りなさいって感じでキャストさんもすごいね、あのゲストが喜ぶお顔を見れて私たちも嬉しいですなんてね、そうなんか外にいたからすごいなんか熱中症とか気をつけてくださいねっていうのもすごい心配してくれたしね、なんかもう随時声かけてくれて飲み物飲んでますかみたいな、うん、言ってくれましたね、いいよね、うん、なんでクリパレのキャストさんもすごい優しい人ばっかなので、うん、ぜひ皆さんクリパレに会いに行ってあげてください、ぜひに、で最後にでホームページ見るとプロデューシーティング8月全部いっぱいなんだよ、あそうなんです、うん、もういっぱいなんです、だからこの動画見てもなんでいけねえやんと思うけど、実は外の席、はい、意外とね予約なしでもね外だったらいいですよって案内してくれるし、あの並ばしてくれないんだけど、でも行って席が空いてたらどうぞって言ってどうやら案内してくれるっぽいので、プライオリティ取れなくても行ってみたら意外とこうやって我々みたいに通してもらえる可能性あるので、はい、あのぜひチャレンジしてみてください、こんな感じかな、はい、じゃあ以上です、よろしくありがとうね、ありがとうございました、はい、じゃあクリッパレの、はい、クリッパレのスイーツビュッフェ食レポでした、ありがとうね、バイバイ。